カフェステラと死神の蝶。うわ、ガチっぽいの来たよ。私割と本読んでるよ。国境のトンネルを抜けるとそこは異世界だった。なんかすっごい見捨てられた感じがするんだけど。了解です、高峰教授。繁盛店、箱根駅伝、貴族である。